さあなります、アースウェーゼメカニックのシチです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。また今回も動画日常シリーズですね、やっていこうと思います。今ね、こちら S212 の E250 ワゴン、水漏れとエアサスと、エンジンマウント交換などでご依頼いただいております。でその隣が212のワゴン、E300 V6 のガソリンですね。リアのエアサスがしぼんじゃうということでエアサス交換、そしてシルバーの E350 ブルーテック、こちら車検でお預かりしております。というわけで S212 のお祭りが開催されております。詳しくそれぞれ見ていこうと思います。入山もいますよ、ここに。じゃあ見ていこうと思います。はい、というわけでまず E250 4気筒のガソリンエンジンですね。今もうこんな感じでちょっとインマニが外れた状態になっています。で、これがインテークが側ですね。インマニがこうつきます。こうつく感じで。この下今ちょっとウエスが突っ込んである。ここが、サーモスタットがつく場所。で、この車、冷却水の警告がつく。1週間で 500ml ほど減るということで、最初お預かり しました。前回ですね。お預かりして、その時にウォーターポンプからダダ漏れだったので、ウォーターポンプの、交換させていただきました。その時にそれぞれちょっと悪いよ、ここ変えた方がいいよとかおすすめだよってとこも同時に見積もりさせてもらって、で今回ちょっと優先順位つけて、じゃあエンジンマウントと、あと後ろエアサスが車高ペタンコになる時があるのでエアサス変えましょうということでお預かりした車だったんですが、蓋を開けてというかお預かりまたした時に冷却水警告がついていると、しまった、やらかしたかと思ったんです。下見てみたらもうアンダーカバーは冷却水の海になっており、マジかと思ったんですが、犯人サーモスタットでした。つまり、ウォーターポンプがこちらターボの下に、ウォーターポンプターボの下というかもう駅マニのすぐ裏側、この子がウォーターポンプになって、で今回の主役こちらサーモスタットくんですね。皆さん詳しい方ご存知かなと思うんですが、最近の自動車って再生プラスチック、要はリサイクルされた樹脂を使うっていうのが義務というかルールになってまして、まあ、これもおそらく再生プラスチックだろうと。で、前回ですね、ウォーターポンプ変えた時にここのホースこれ交換しておりまして、なぜかというと触った瞬間にここが粉々に砕けました。触った瞬間に砕けたというか、もうこれ抜いたらポロって落ちてきて、先端がこのエンジン側のホースに残ってしまうという状態でございました。で、それも原因は何かというと、ここも再生プラスチックでできていると。このジョイント部分ですね。ここ。そしてここ。で、結構204とか212の前期とかだともう年式的にもやっぱ15年とか経ちますんで、やっぱりそういうトラブル多かったです。ここが走行中に劣化で、本当に触ったことある方ならわかると思うんですが、カントリーマームぐらいの柔らかさになっちゃうというか、もう手で触った瞬間に粉々ボロボロに崩れる。風化っていうか、そんな感じ。本当にクッキー、硬い目に焼いたクッキーぐらいの硬さしかないような状態になっちゃうんですね。それが、いろんな樹脂部品で起こる。そういう年式になってまいりました。そういう樹脂の特に冷却水系ですね、圧力がかかる部分っていうのは耐えれなくなって一気にパーンと行くことが多くてですね、こればっかりはもう交換類がなかったら予防整備としては変えるしかない、新品に交換するしかないような状態になっております。今結局新品取っても同じ素材でできてますので、また10年15年経ったら同じようになるのかなという感じがしております。で、こちらもですね、ここら辺見ていただくとわかりますね。クラックが入っているのが。で、ここですね、穴開いてまして、ここからピューと圧力がかかると漏れ出してくるという状態ですね。要は、ウォーターポンプ
から274エンジン、この274エンジンと FF の270エンジンというのは共通して、バキュームを使って、負圧を使ってウォーターポンプに流す量、冷却水の量を調整してます。その時その時状況に応じて最適な水の量を流せるようにという調整機構がついております。そちらのロッドから漏れるというのが定番でした。要は圧力がかかった時にそこから漏れていたのが修理し直してしまったので、それ以上の圧力になって次に弱いキビが入っていたここが完全に割れて、ここから冷却水が噴射するということになってしまうという状態ですね。なのでもうこればっかりはもう予防整備するとしたら、もう定期的に全部樹脂の部分は交換するぐらいしかないのかなという感じです。はい、車も本当になんかこれ定番ですよねっていうことが全部起こっているような状態で、エンジンオイルはコンピューターに回ってないのでまだいいのかなとは思いますが、どうしてもこのぐらいの世代、10年ぐらい前のエンジンからですね、水回りほぼこの再生プラスチック使った樹脂製になっております。 M278 エンジンとか276エンジンも同様にですね、 V6 V8 でもやっぱりこの高圧ライン、リターンのこういうリターン側が樹脂っていうのはわかるんですが、がっつり圧力かかる高圧側も樹脂なので、やっぱりそこが亀裂が入るとかポッキリ折れて、冷却水がもうダーダーに出てしまう、で数分で走行不能に陥る、オーバーヒートしてしまう、そういうようなトラブルっていうのはやっぱ増えてるイメージがあります。見分け方もそもそもこの子なんかは本当にほぼ見えないので、ちょっと判断は難しい感じがしますね。もうその交換履歴があるかどうかみたいなことで判断するしかないのかなという感じがします。その結構、まあ、これで3万円ほど部品代だけでかかりますし、もう一個鬼なのがこちらインマニのパッキンでございます。やっぱり10年7、8万キロ走るとこうだいぶ弾力もなくなってきてるんで、これは毎回変えた方がいい。再利用してエアスイとか起こっちゃうとまた結構こうやってバラバラにして変えなきゃいけないんで、工賃がかかるんで、やっぱりこれこういう消耗品は同時交換おすすめですよということで同時に見積もりさせていただくんですが、このインマニパッキン4つ今入ってます。これ1つ5000円弱するんですね。何をどう作ったらそんな金額になるのかと、これが円安ドル高というやつかと。このサーモが3万円弱、これ2万円弱、もうこれで5万円で、スロットルパッキンとか工賃とかって言ってくると結構な額になってきちゃうんで、なかなかそういうとこが外車だなと。やっぱ社外品もそこまでこういうパッキンとかっていうのはあんまり設定もないですし、あんまりいい噂を聞かないことが多いので、こういうとこ僕は純正使うようにしてるんですが、ちょっとしんどいですよね。ここら辺メルセデスさんもうちょこっと頑張ってほしいなと思うとこではあります。全体的に部品の金額もうちょい見直してもらえるとありがたいかなと思います。はい、というわけで、エアサス交換がメインで入ってきて、もうエンジンマウントはちなみに交換し終わっておりますし、もう乗り心地は抜群になるんじゃないかなと思います。それでですね、こちらが外した後ろのエアサス、ちょっと石鹸水かけて、前ショート動画で作ったような石鹸水かけてどっから漏れてるかっていうのを見たんですけど、このカシメの部分、このゴム自体が劣化で痩せてカシメから漏れるっていうのが結構定番だったんですけど、このお車の場合はこの真ん中の部分、これ今伸びきってますけど実際は折りたたまれて収納されてるもので、その折り目の部分ですね、ピンホールが開いてそこからエアがブクブクブクと漏れてきてるっていう状態でした。これはもうやっぱゴムでもう10年15年選手になってくるんで、これから定番の修理になってくるのかなと思います。最近当店でもかなりの台数を変えさせていただいております。純正はスーパーお高いので、当店はおすすめはビルシュタイン
お勧めさせていただいております。こちらですね、全く同じ部品になっております。メルセデスのマークが削られていると。それで定価がかなり変わってくる、ちょっと闇深い部分がありますね、 OEM 品っていうのは。こちら同じくエアサスが下がってしまうということで、 E300V6 のガソリンエンジン、ご依頼いただきありがとうございます。今から作業してまいります。そしてこちらですね、もう作業終わりました。 E350 ブルーテック、めちゃくちゃ程度いいです。本当に新車みたい。前のオーナーさんが本当に全て整備していただいていて、まるで新車のような状態を保ってもらう。これは本当に当たりの車両だなと思いながら整備させていただきました。ご依頼ありがとうございます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。というわけで今回は、ね、さらっとこんな感じで、今212のお祭りをやっておりますみたいな、212ラッシュ来ております。はい、というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。またですね、チャンネル登録、コメント、高評価いただけると励みになります。よろしくお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。さよなら。